珍しいね。ん？今日はそこにいるの。ん？ん？ね。今日は久しぶりに焼きそばカップ焼きそばシリーズでございます。このイカ焼きそばね、一時期っていうかなくなったんですよ。なくなったんですけど、今回ね、なんかコンビニ限定で復活したのかな。スーパーカップだったっけ、このイカ焼きそばって。忘れたんですが、なんかね復活したっぽかったので、買ってみました。ちょっとね、味が変わってるかどうか確かめてみたいと思いますね。うん、はい、作ってきましたよ。あ、そろそろご飯の出る時間だから、ちょっと待ってよ。ライチ君の紙反応あった。もうすっかり覚えちゃって、このカラカラが鳴り始めると速攻で向かうっていうね。じゃあライス君もちょっと眺めながら、このイカ焼きそばいただきます。久しぶりだな、イカ焼きそば。これね、食べたかったんですけど、私すごい好きだったんですけど、なんかね、なくなっちゃったんですよね。一時期っていうか、今回も一時的な復活なのかな、わかんないけど。いただきます。うん、うまい。味変わったかな、どうだろう。うん、今結構麺が多いやつって結構出てるんですけど、当時からこのイカ焼きそばは麺が多めだった気がしますね。で、当時あんまり多いその 130g の麺とかあんまりなかった記憶なんですけど、うん、なんでこれをよく買って食べてましたね。うん、うまいね。やっぱイカの風味なのかな。イカ他の焼きそばとはちょっとね、また違う味なんですよ、これは。はい、あれ食べろ、いいから。お腹いっぱい？なんで俺の方が早く食べ終わったって言おうと思ったのに。まあ、まだ残ってますけどね。まあ、ライス君は一気食いしないんで、どっちかっていうとちょびちょび食べてはまたさまよってまた食べるその繰り返しね。ライチ君ね、美味しかったですか。いや、イカ焼きそば美味しかったな。まずね、多分私はセブンで買ったんですけど、まあ多分コンビニ限定だから他のコンビニでもあるのかな。もし懐かしのイカ焼きそばの味を味わいたい人は食べてみてください。まあ普通に美味しいですよ。
ペヤングよりは私はこっちの方が好きですかね、うん、結構がっつりソースの味っていうかそういう感じなんで、はい、でほのかに、まあ、イカの香り、うん、これがねなかなかいいんですよね、はい、なのでもし興味がある人は食べてみてください。以上。